学術研究は時流に乗るものではない。ゆえに注目されていようがいまいが関係ないのじゃ。周りのプレイヤー、お、あっちにいるみたいだ。早速見に行ってみようぜ。あ、お前だったのか。どうなさいましたか。ご用件は何でしょう。アイラたち、七星召喚の正式なプレイヤーになるために3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。で、視点の箱がお前を見つけたんだ。なるほど。でも僕は今見張り中なので。こんな時に騎士団ガイドを持ち出すとは。仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。さっさと終わらせるぞ。Thank you.
6308式ユニット。用意はとっくにできてるぜ。風邪ひくなよ。まさか負けるとは。あなたたち本当に七星召喚の初心者ですか？こんなに強いとは思いませんでした。今度時間があったらまたやりましょう。ただ、やはり見張りの仕事が終わってからにしていただけると。やったー！これで2回勝利したぜ！モンドへようこそ。早くキャッチテイルに戻ろう。でも、リトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。